棚橋博士のポッドキャストオー <laughs> はい、えー、いつもよりいい声で始まりました。棚橋博士のポッドキャストオーブです。<laughs> はい。いやー、G1 終わってね、あのー、あえー、 その G1 で感じたことがあって、はいはい、やっぱり G1 っていうのは、はい、各選手、はい、しっかりコンディションを調整してきてるんですよ。うそうですよね。はい。なのでその、僕年末ね、コンクルーソーってやってるんですけども、まあ、あれはドームに向けてみんな仕上げてきてるんですけども、はいね、夏っていうのはね、汗かきやすいじゃないですか。は<ー>代謝が上がってるってことは、体脂肪を落としやすいんですよ。 はい、絞るんだったら暑い季節っていうのは結構、あ、はい、の、フィットネス業界では、なるほどはい、あの、常識になってて、なので今回 G1 でも、非常に皆さんコンディションが良かった。なので、今回コンクルール層的な目線で、G1 で一番かっこいい体だったのは誰かと、はい、お違う切り口で G1 をさらに楽しむと。 これはまた。これがね、あの。もう、この間、ジ1の発射しないと言った時に。この回を聞いたら、G1 見返したくなる。なるほど。え、その場合は、新日本プレスのアーカイブで。そうですね。ワールドのね。ありますよね。前世ね。はい。あります。なるほど。はい。じゃあ、ちょっとそれをね、今回メインで言ってみましょう。そうなんですね。まあ、圧倒的に、一、僕的一位は、はいはい。海の翔太。あらはい。いやサイズ感も、はい。あの、まあ、 体脂肪率というかね、はいはい、筋肉のね、見え方とかも圧倒的に良かったですね。田中、うん、さんから見ても相当これはやってるなといとか、はい、やってますね。はい、やっぱり食事、はい、部分も含めてね、ワークアウト内容とかね、そういった部分もかなり高重量、はいはい、頻度、はいはい、効かせ方っていうのがないと、やっぱああいう体にならないんで。僕ね、あの、えー あの、SNS には上げてないんですけど、どっかの G1 の会場で、その、簡単なね、ベンチプレス台とか会場にあるんですよ。たまたま僕と海野と、大岩が3人、練習前にちょっと筋トレウエイトやってて、ちょっと2人ともすげえ体だなと思って、3人のフロントポーズの写真と、 背中のバックポーズの写真を撮ってるんですよ。ははなるほど。ちょっと資料用でと。SNS には出さないから撮らしてくれって言って <laughs>、うん。結構本意気のやつですね。はい、はで、こうやっぱ見比べると、すごい、うん、あの、差がね、わかりやすいというかね。<laughs> <laughs> なるほど。で、あの、僕のモチベーションにするからってね。 取らしてもらった後でマーシーに、マーシにだけ見せようかなちょっと非公開で。はい。はい。おおこれこれ見ると、筋肉の大胸筋の大きさとか、筋肉のつき方ってわかるでしょあ、でもタロさんもいい感じじゃないですかはい。僕もまだ腰。ただこの、大胸筋の広がりだったら、大やすごいでしょすごい。ただね、これをバックポーズにすると、海野の、この僧帽、後ろあたりがすごい。すごい 広がりとかね。確かに。逆に大岩さんはちょっとあんまり。背中のチューブがね、まだね、弱いんで、こういうね、比較審査をすると、次どういうトレーニングを中心に組んでいけばいいか。ここをちょっと、厚めにしようとか。そういう意味では参考になる。そうですね。花井さんから見ても参考になる二人だそうですね。はい。うん。なるほど。というわけでね。 まあ僕ら見たら海なんですけど、うん、海の最近ね、え、ツイッター荒ぶってますね。<laughs> いや、そうだから僕もちょっとね、最初、あのー、いや、僕もね、ここ意識して見てたわけじゃないですけど、うん、あの、若手の頃フォローしてたんで、うん、タイムライン流れてくるんですよ。なんかやってるなっていうの。<laughs> 何があったんですか、あれ。<laughs> ま、なんか、ちょっとこう、はい 今回の、はい、その前はそのちょっとね、例えば令和統合30周年についてとかもありましたし、清宮さんとのね、あったしましたけど、うん、今回は多分、そのファンの方への、こうちょっとこう、リプライに対してリプライ、ちょっとその、反論したという感じうん。で、ね、ちょっとやっぱその長文がすごく、はい バーンってきてて、まあいろんなね、うん、考え方あると思いますけど、はい、僕もね、最初ちょっと少し心配だったんですけど、はい、最近、なんかいいなと。うんうんうん。なんか逆に、あれだけ今熱く、はい、こうなんか。だから、僕もね、ありだと思うんですよ。はいはい、それを、なんでかっていうと、はいはい 翔太ははぐらかしてないんですよ。真正面から受けて、真正面から自分の意見を言ってるので、これはね、大事だと思いますね。これがちょっとね、なんかこう、おしゃに構えて、うっせーよとかね。そうですね。じゃなくて、お前が言うなよとかではなくて。確かに。まあ、なんならこう別に、ね、それはブロックしても、まあいいかもしれないですね。ミュートしてもいいかもしれない。ね、言われないからね。はい。だけどそこちゃんと向かい合って、自分の考えを。はい。 うんちゃんと言ってるって、ね。なかなか、今の時、うん、まあ本当にね、そういう意味では本当ーする、する、うん、逆にこの SNS ってこうする技術がこう問われるっていう、はいはい、よく言われたりするじゃないですか。そうですね。だからあの、うん、えー、新日本プレスもね、あの、何年か前、毎年ツイッター講習会っていうのがあって。ありましたね。はい。はい、だからその、 ね、ツイッターのを上手に使いましょうってことでね。うんうん、そうですね。はい。そこはやっぱある意味公的な部分がありますからねうん、うん。だから僕なんかは、あの、筋トレ写真だったりとか、うん、大会がありますよとか、こんな番組に出演しますとか、そういうね、あの、みんなに知ってほしい情報をやっぱりこう、中心に使ってたんですけども、はい。こういったね、使い方をするっていうのはね、やっぱ世代の違いなのかな。はいはい。うん うん。またこの今、長文が書けるあのシステムになってますからね。あの、鳩から X に変わって。X に変わってね。まあ、それもありますまあそけど。鳩が飛び立ったから。まあまあ、その前から、その前から、あの、この長文書けるシステムに。んあれ僕は百四十じゃないですかね。ただいま。もう。 あれですよ。当たですか。トランもそうそうした方がいいんじゃないですか。そのちょっと課金すると、長長めにかける。あ、そうなんですね。トそれ会社から来てると思いますよ。おそらあ、知らなかったな。さんお願いします。やってくださいって。僕まっていうことはまだやってない。やってないですね。うん。まあまあね、それがこ別にな全員がやな。必要性がを感じればってことですね。うん。だから僕そのなんか海野選手いいなと思った。本当に。 今、そう、姿勢も含めてですけど、はい、やっぱりすごい使命感っていうのが、うんうんうん、あの若さで。本当にあるんじゃないかなと思ってるんですよね。その、例えば成田さんとのライバル関係にしても、た、うん、その、まあ、これは結局、一括くりされたことでいろんな、ね、意見ありましたけど、ね、うん、要は、闘魂三十師っていう中でも、はい、さっきもね、ちょっとお話ししましたけど、闘魂、はい、三十師、まあ、武藤町の端も、うん。はい。 新東根さん。三十四。まあ、棚橋、中村、柴田。はい。って言われるじゃないですか。名前の順番ですね。名前の順番で。はい。やっぱり、では、令和東三十氏海のってやっぱり言いますよね、一番最初に。海の成りった辻。まあ、もしかこのね、響きを、引用ね。かもしれないです。かもしれないですけども。はい。わかんないですよ。どこまで。わかんないですけども、そういうね、法則があるかもしれないってね。なんかやっぱり、ある意味こう、なんていうか、 強引、なんていうんですかね。ちょっとそこはこう、なんかすごい息を感じますよね。俺がやるんだ。俺が背負うんだ。この世代を。かもしれないし、まあ本体をと今言ってますけど、なんかすごい強い意志を感じますよね。ね。そう。そこをね、あの、僕は組んでやってほしいなと思うんですよ。だからそのプリスに対しての、 熱量が高いっていいうことなんですよや、本当にそう思います。だから俺が何とかするんだっていう。なんかこう、俺が何とかしますと言い続けた、悲しいよ。そういう時もね、ありましたんで。やっぱり海野選手でそうね、あの、レッドシューズ。はい。ね、海野さんの奥さんということで、たぶんそこだけでもいろんな声って今までもあったと思うんですけど全部やっぱ晴れの。 金返しでここの位置まで来てるので意志の力すごい強い方だったんですよねだその辺がなんか今表現として出てきてるのかなっていう、うん、いやあのー、本当にね出る杭は打たれるじゃないですけどもそういうところもね乗り越えてるっていかないといけないのかな、はいうん、僕は部員があったし もちろん、内イン部員があったし、岡田も外戦時部員があったし。ありました、ありました。すぐ短かったけど。それら最短でね。最短。終わらせるという。岡田最短で終わらせるもう1ヶ月半ぐらい。2月で、1月で受けて、2月でひっくり返した。まあ、僕のせいなんですけど。そうですね。 だからそういったね、部分では、その、一回やっぱりファンの方っていうのは、お前どうなんだよって、トンとスキャン出するんだけども、力で認めさせて、はいはい、それが、なんだ、やっぱりいいじゃないかっていう倍の応援になって帰ってくるっていうのがあるので、この辺もちょっとね、はい。強い、いね、強い、あの、強い意志があってというか、はいはい、信念があっての、 ことなんでね、ファンの方もちょっと、そういった意で見てほしいなっていうね、思いますね。えー、はい。ちょっとね、話はずれちゃいましたけど、い<や>その今回はその、まあでもその、とにかく、はい、海野選手の体はすごかった。いやすごかったな翔太の体。うん、でもなんかあれですよ、小橋さんのこの間ツイッターを見たら、はいはい、あの、お会いして、ね、写真が出て、はいはい、で、なんか、あのー、 田中さんは、田中君は、今その腕のカバーをしてるらしいじゃないかはいはい、してるそうです。コバスさんよくしよく知ってて。よくご存知です。もったいないよって言われて。そう、あれもったいないよと。ああ、なんかちょっとね、嬉しかったです。いや、むちゃくちゃ嬉しかったです。まあ、次の日公式戦つけましたつけましたけど。今更外せる。コバスさんのね、アドバイスをね、受けながら、つけるというね。つけるちょっとね、頑固な部分を見せましたけども。なるまあまあ、あのアームカバーも、 元々は、翔太のコスチュームが近いから。そうですね。はい。ちょっと差別化しようかな。自分で。先輩が気をつけて。その辺もね、特にやっぱり、なんかね、あの、海野選手は海野選手のまま言ってるけですそうそうそう。それも意思の強さを感じる。意思の強さを。俺はこれだから。お前は帰ろうよと。そは言ってないですけどね、そう言ってたらびっくりしますけど。はい。 というわけでね、あの、ちょっと花見がそれましたけども、まあ、海のまあいいからだったと。いやね、すごいからだったっていうところで、まあ、コンクルースがね、今年もやろうと思ってるので。なるほど。そしたらね、海外の、はい、あの、ファレ道場の、選手から、はい、お今年出たいって言って。あら早くもアピールが。これはね、はい、意外とやっぱり最近この海外の選手にも浸透してきてますから、はいうん、去年もね、その玉マさん、 タモ選手がやりたいっておっしゃったりとか。ね、上位に入ってきてね。11月ぐらいだと結構ザワザワするざわざわして俺もちょっとその時いないから、ちょっと写真撮っとくわ。写真で。海外から写真を送ってくるっていうね。これね。海外枠がね。そうなんですけど、ボディビルコンテスト的には、同じ会場で同じライティングでっていう、条件を揃えた上での見え方が絶対なんで、ありえない話なんですけど、まあ、 まあ、やんごとなき事情ということでそうですね、まあ、昔から新日本プロレスのコンクルースは写真の比較写真審査という写真判定なんですけども<ー>なやりたいねっていう話をしててね CMLL あ、はあの例をに出してねあそのリング上で元祖コンクルースはリング上でみんながこう並んで審査するっていうねユニット問題を超えないといけないっていうねそ,うそこは必ず引っかかりますよね。はあ まあまあ、まあ写真しかやり方がないっていうね。うどうしてもやるならと。これ、あの、僕がやりたいだけなんで <laughs> 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 あの、去年の優勝はその写真判定の玉とんかつですそうですね。<laughs> はい。それはね、いろいろありますけど。はい。まあまあ、でもそのやる気のある、はい。若手が、はい。名乗りを上げたと。はい、そうですね。そういう意味でもちょっとね、はい。またこう、もう、 8月過ぎればもう、たださんもすぐですから。すぐですよ。年末だ。あのー、フィジークとかね、ボディビルの選手の、僕、はあ、YouTube を、まあまあ、見てるんですけど、2ヶ月、3ヶ月、仕上げるのにね。はあ、コンテスト前に。うん、ある程度、その、目標に達するまでは準備期間として。準備期間を、その、はあはあ、急激に体重だけ落としても、筋肉量も失われてしまうので、はあはあ、筋肉量を、 できるだけ維持しながら体脂肪だけを削っていくっていうのはやっぱ時間かかるんで、毎日同じもん食ってますよ。毎日同じもん食って、毎日朝食前に有酸素をして、トレーニングして、っていうね、はい。見えない部分での努力が、なんですけども、はい。 で、まあ僕もね、G1 ボディ目指せっていうことで、G1 ファイナルで仕上がるようにっていうことだったんですけど、仕上がらずとです G1 コーンに仕上がる田中のおだという言ってましたけど、まあ圧倒的に優勝は翔太でしたね、今回。ちなみに、なるほど、G1 部門コンクリートがあるとすれば、田中さんはもう圧倒的に翔太でしたね。 その他のね、ちょっともし、どうですかそうですね。かだから、まあ、大胸筋、ああ、背中かな背中の広がりもすごかったけども、腹筋もすごいしな、翔太な。はい、まあ、どう,どうかなまあ、ボディービル的にはね、あのー、背中、背中胸、はいはい、肩、腕、足ってあるんですけど、誰かな 1> 1背中は、まあ、翔太かな。特にね、上背部、僧帽筋から大円筋、小円筋、この、<ー>なんだろう、肩甲骨周りの広がりがはい、はい、特にすごい。これちょっと皆さん、背中っていうのはなかなかあんまり着目して見られてない,い、ね、そうですね。あのー えー、プルスラーっていうのはやっぱり正面からね、はい、写真が多いので、大胸筋がね、でかい選手。はいはい、昔だったら、藤波さんとか、そうですね。長州さんとか、大胸筋バーンとでね、はい、武藤さんも大胸筋でかいし、はい、ね、なる、なりがちじゃなですよもう、イメージもね、だから僕も今写真拝見して、はいはい、あ、大岩さん確かにそうだよなと思って、その後ろの見つ確かに大岩選手の後ろ姿ってパッてあんまり思い浮かばないですんね。はい、うね、ん。で見たらやっぱ、 海の選手はね、僧帽筋から、ね、うん、僧帽筋チューブ、背中、あの、うん、この背骨のねあ、周りの厚みがすごいということでね。うんうん、じゃ背中王は翔太。なるほど。はい、背中王。胸。胸か。うん、誰ですか大胸筋がパンってでかいイメージ。まあ、ちょっと大岩さんだと G1 エントリーはしてない、ね。あ、<laughs> 大岩ね、大岩胸すごいですよ。<ー>この広がりも厚みもね。 はい。じゃあ、胸は大岩で。<laughs> いいんですか、G1 ヘッドに。<laughs> まあ、では、あと、ちょっとね、大岩選手といえば。はい。はい、あの、ノアに。そう。清宮選手は。うん、スカウトではないんですけど、ちょっと一緒に。これね、いわゆる、遠征みたいなものだと思いますよ。まあ、その、ちょっと,と。一定期間、自身にも離れて、ね、修行するという意味では、海外か国内かの違いだけで。はいはい うん、まあ正直、今、そのね、海外にじゃ行くって言っても、試合数的にね、そんなに、例えば、まあ、もしメキシコとかで、まあ、定期参戦進んでやる。定期でガッツリ入ればわかんないですけど、CML だったらね、月曜日あって、水曜日定期戦があって、週5ぐらいありますんでね。まあ、アメリカもやっぱ各地いろいろで、そんなガッツリっていうわけではないかもしれないんで、これはちょっと新しい。はい、そうですね。 今の時代にあった修行方法かもしれないと。はあはあ、まあでも、それもね、あのー、まあ、清宮とタッグを組むっていうね、はいはい、流れからね。これだから、面白いもんですよね。いや、面白いと思いますね。ある意味、清宮選手、岡田選手とやり合って名前をあげて、うん、その、まあ、G1 来て、はい、そしてその清宮選手、今度はこう大岩選手を引っ張り上げてっ,ってって。 これはもう歴史ですね。はあはあ、ね、まあ言ったらば岡田が興味、はあ、を注目させて、興味、はあ、が大応用注目させて。うね、どん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 上野選手が引っ張り上げていくコース。これはいい流れですね。はあはあ、そうですね。うん、一ね、だからちょっと楽しみですし。し、はい、あと藤田選手もね、ちょっと。いや、僕もね、はあ、T. M. D. K. とね、試合して。ね、いましたけども、本当にね、大したもんですよ。 藤田選手もちょっと、体も今すごくないですか、はい、結構。体もすごいです。ちょっとリンダマンさんみたいな感じになってるというか。うん、うまく絞れてますし、はいはい、ね、あの、かっこいい体してますし。うん、あと、ハートが強いですね、いあいつ。いいな物おじしないですよ。全然。もう、うん、選手とも、あと、清宮選手とも、広、うん、ロ選手ともバッチバッチにやってましたから。うん あれは本当に、新日本プロレスファン大好きって感じですね。あの、ああいう。あとね、あいつチョップむちゃくちゃすごいね。すごいですね。あのキャリアであのチョップってすごくないですかすごいですね。まだ3年目とかじゃないですかね。で、あの子ね、左利きなんですよ。はいはいはい。ヘルボーが左なのかな右なのかなで、右に変えたのかなうん。ね本当に。いや、ちょっとその辺の若手もね。天才派だ。 若手も伸びてきてますよ。はあ、うん。そして若手の体もはいいと。はい。はあ、みんな体はいいよね。あ,あの、うちの後輩だけ <laughs>、うちの中学の後輩を除いては <laughs>。これ、何すかね、大垣氏はこうなるすかね。そうなんですよ。あの、一つ今の話題で気になるのは中島選手は。中島がね、一歩出遅れてると。一歩も二歩も、ね。まだ行かないのかと。はい。これはちょっと本人を、ま、本当の意味で順番でいくと先輩ですから。そうですね。 ただ、そのちょっと、怪我で、再デビューが遅れたので、まあまあ、順当といえば順当なのかもしれませんまあ、本人からしたら、これはね、悔しいという、はい。いでしょうし、そして今、また、ボルチン選手とかが、うあボルチン出てきたね。急浮上してるじゃないですか。ボルチン、やばいね。でも、大胸筋。大胸筋。体の、ボルチン出たら、全部、全部を持ってかれちゃう。大胸筋、もし、ボルチン、今年、コンクールスト来たら、 これもう、圧勝の可能性じゃないですか。やばい。あとはもう絞り部門だね。はい。もうあの、出場を禁止しないといけないぐらいの。ボルチンはなしで。やべえ、ボルチン忘れた。じゃあすごいですよね。すごいですね。ちょっとあの、ブロックレスナーっていたっけうちみたいな感じの確か本当それぐらいありますよ。ありますね。サイズ感も、線も高いですし。 はい。じゃあちょっと部位別で。あ、部位別足は完全にボルチンですね。あ、そうですか。はい。足の太さ。あれはちょっと。はい。道場ですごい重量でスクワットやってると見てしまったんで。震えながら後にしましたね。もうやらなくてもいいかなみいな僕はブルブル震えながら道場から出また姿勢は合わさないように見なかったんですよ ね、何,枚何枚プレートつけてんだと思いながらね、はい。じゃあ、えー、背中翔太で、足ボルチ、はい、ね。はい。もう2分も決まりましたね。残るは胸、胸、はいまあ。胸はさっきね、大岩さん。あ、胸は大岩。いいんですかどんどん、あの、自由に参加してない選手が、はい、エントリーしていきます,す、ね。しかも、どんどん若手が取ってくる。<laughs> <laughs> 強奪していくという、ね、はい。<ー>胸の広がりは、でも、多いよかな。でもね、厚みはボルチなんですよ。 すごいよ、ボルチンの胸。ボルチン、すごい。うん。とにかく。いや、まあ、ボディービル的な感じ言ったらボルチンなんだけども、まあ、ちょっと、2部門取られるのは悔しいんで。悔しい。多い。この時点で悔しがってて、大丈夫なんですかね、これ。もう、年末がすごいですよ、ちょっと。ボルチン。で、まあ、腕は、相変わらず小島さんですね。あ、そうですか。はい。これ全くうちは参加しないです。参加しないですけど、腕はやっぱね、 小島さんはどうでもトレーニング結構一緒にされやる機会あると思うんですけど。はい。やこう腕中心にいや、全然全然バランスよくやってますけども。けど。とにかく、といあの発達しやすいんですよね。腕が。腕が。とにかく腕が発達しやすい。発達しやすい。なるほど。そうそう。だからこう。ベンチプレスとかでやって胸を鍛える種目なんですけども、腕で押してしまったり。腕が強すぎるから。三頭筋が強すぎる。 胸が入りにくいってのはあるんですけど、小島さん胸も大きいんで。ああ、そうですね。確かに小島さんはね、胸大きいですね。腕強いんですけど、背中がまだ比較的にあまりなるほど弱くはないですけど、前面に比べると背中はもうちょっと強くなれるかなっていう。なるほど。後輩が言ってますけど。そうですね。はい。これもう、やばいですよ。部門まってきましたよ。背中、背中ショーター。肩はどうですか あと、肩、残すは肩だけうん。肩な、肩で僕好きなのは玉トンガなんですよね。ああすごい。はい。あの、コスチュームから見えてる肩の部分あるんですかやっぱね、日本人とは違うね、丸みがあるんですよ。はい。あります、メロン型って言うんですけど。はい。しなやかですよね、なんかね、こう全体的に。じゃあ、肩玉ちゃんで。肩玉ちゃんで。やっと G1 エントリー選手。肩玉で。肩玉って言うでちょっと不安な感じ。はい。 あ、これ全部も出揃いました。あと、バランスってんですかバランスは、その、あの、トータルで見た。トータルの、筋肉量のバランスというか、はい。これは僕です。これは、はい。今、さらりと言いました。はい。これはそうですそうですね。これは正しあの、これは、あの、僕が取るために作ったものそうですね。儲けた。儲けた番号なんで。ちょっとトリッキーな。なんか取れないかなと思って。裏技的な感じ。 僕も何回入りたいなと思っファミコンの裏技的な感じの。はい。ちょね。はい。えボタンを3回押すみたいな。そうそう。急に、おかしいもんばラ部門ではない。部門でもないし。はい。いやー、でもちょっとね、はい。結果的にいろいろ若手の話になったのが面白いですけど。うん。若手といえばね。はい。道場にね、今若手がいっぱいで。いやー、聞きましたよ。はい。はい。 で、あの、日会が寮生の部屋になってて、1個ライガーさんのお部屋があったんですけど、そこも改装して、個人部屋が2つ増えてるんですよ。噂によると今8名はい。こっから、しかも脱落者なしと聞いてます。みんな残ってますね。これ全員8人揃ったらどうなるんですか、新日いや、そしたらね、上がところてん方式に。 ねこれで、いや、今、ちょっと、充実とはすごくないですかや、僕ね、僕、あの、ま、午前中、あの、道場行ったりすると、やっぱ、うね、合同練習見てるんですけど、ええ、厳しいですよ。練習内容は。練習は、この、コーチ的な部分は、いどなたがやってるんですかあ、なるほど。はい。うん。なるほどね。うん。じゃ結構ハードな練習。いや厳しいっすね。はい。でも、食いついてると。 はい。だ、これ、その、あの、岡田選手のね、はい、番組。ありましたね。はい。出身、あのオーディションの、えー、オーディションというか、あの番組出身の子たちも今頑張ってますから、ね。だからそこがもしかしたら良かったかもしれないですよね。その、うん、えっと、いわゆる通常の入門組と、そこの違う。はい。で、これは負けられない,い,、はい。そうですね。通常の入門組もね、やっぱりね、やっぱり1年ぐらい早く入ってますんで、 うん。負けられないと思いますよ。どうなるんだろう。いや、でもね、本当にね、ど、どう変わっていくか分かんないんですよ。そうですね。ね、ドル箱レスラーになるかもしれないし、看板レスラーになるかもしれないし。ね、僕なんかもう本当に期待されてなかった、ヤングライオン、というかね、荷物2回落ちてますんで、はい。取れよ、と。ちょっと。1田さん一人を。 エースの。すから <laughs> 僕一回目で諦めてたらね、ちょっと新日の歴史もまた変わってたかもしれないがっていうね。ね、V 字回復してないかもしれないの <laughs> そのままね、こうちょっと。縦、はい、役者が、ね、自分で言いますけど。うん、ね。はい。いやー、ちょっとだからまあ、こ,この G1 の季節終わって、うんはい、今度そのね、その、遠征の季節がちょっとね、入ってそうですね。秋や長い遠征もありますし、まあ、 まあ、年間のね、スケジュールで見ると G1 終わったら次はロード2東京ドームということでね。うん、そうなんですよね。みんなね、東京ドームに向けて、その出場,、うん、出場枠を争う戦い、ね。いやもう、若手の話じゃないですけど、所属選手が増えても、はい、ドームの大会数、あの、試合数は増えないんですよ。ね、となると。ワンデーですから。あ、今回ワンデー。ワンデー。アキーブ。別にそれ言われてる <laughs> <laughs> アーキビュー。なんどうしたっいや、ワンデーときたらアーキビューじゃん。<laughs> まあ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 。そう。ワンデーああ、今日一番どうでもいい。で、<laughs> アーキビューですよ、田辺さん。僕は、使い捨てコンタクトを、<laughs> あの、ずっと使ってるので <laughs>、はい、ワンデーアーキビューさん。<laughs> ね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今後も。<laughs> はい。<laughs> はい、<laughs> というね。 そうです。ワンデイです。<laughs> 話、何の話してたか忘れちゃってる。<laughs> まあまあまあ、ーー東京ドームね。東京ドームに向けてね。コンクルーソーもね、またまあいい。いやー、でもいあの、あれじゃないですか。コンクルスーーね、今年で5年目か6年目になるんですけど。うん、意外と歴史ありますよ。はい、あるんですけども、うん、その、そのビジュアルの分部分で、あの、意識が高くなったのは、そういった部分もね、いい影響が出てるんじゃないですか。なるほど。 やっぱ他のね、スポーツ選手と比べても、そうです。ね、プレスラーすげえ体してんな。はいはい。だけでは、でかいだけじゃなくて、プレスラーの体かっこいいなっていうところでね、うん。出てきましたね。そうですね。次々に。次々と。はい。もう、次々来すぎて。僕ね、コンクールス優勝してないんですよ。これはね、タイさんの今年のうちはキャッチフレーズ。はい。 打倒ボルチンでお願いいしますボボボルル <laughs> ルチンまずもボルチチンンンを超えないとボルチンにコンクルールスの存在を教えない <laughs> 裏技がありなんかボルチンの話題、ちょっと向こうあ、<laughs> あれ、あれはってきてくれるみたいな。写真撮影してるところに気づかせない,せない <laughs>。話題をしててもその話題をやめるみたいな。<laughs> ボルチンですかみたいな。これね、ボルチンに教えない作戦で、ね。<laughs> いやもう、これもう誰がボルチーを倒すのかみたいな感じに、すでになってますよ。<laughs> なってますね。<laughs> はい、これはねー。いやー、翔太とボルチーの真っ向こ勝負か、<ー>これは。まだそれで翔太が出るとも何でも言ってないんですけど <laughs>、はい。そしたらね、あのー、同期がね、大躍進するという。 リンンダマン選手も現役3選手もありましたので、はい、確かに去年はねど同期旋風が同期旋風でしたねいや今年はどうでしょうかね,ねまあ楽しみにしといていただいてということではい。はい いや、なかなか面白い回でしたね。このフィジこのフィジカルの部分から、プレスの体を見るというね。そうですね。見てもらう競技ですから。はい。この辺もね、しっかりやっていきましょうということで。はい。というわけで最後に告知です。新日本プレスは9月のシリーズ始まってますかね。長いシリーズ。ですね。まだ始まってないかな。はい。来週ぐらいかはい。結構長く続いて、皆さんのね、街にも行く。 可能性も高いので、はい。大会数も多いので、その辺はね、新日本プレス公式ホームページで、はい。確認していただきたいなと。はい、意外とまんべんなくいきます、ね、はい。はい、西から東から。いきますよ。北から南から。いき,きます、ます。はい。はい。よろしくお願いします。ということで、はい。以上、田中市博のポッドキャストでした。ありがとうございました。ありがとうございました。